稲盛和夫さんは1932年に鹿児島市で生まれ1959年に京都セラミック現在の京セラを創業日本を代表する一大メーカーに成長させましたまた2010年には事実上倒産状態にあった日本航空の会長に就任し経営再建を成功させました資材を投じ稲盛財団を設立し ノーベル賞の登竜門ともいえる存在となった京都賞を創設したことでも知られています京セラによりますと稲森さんは今月24日に京都市内の自宅で老衰のため亡くなったということです90歳でした通夜および葬儀はすでに近親者を中心に取り行われたということで後日お別れの会が開かれる予定です